ただならぬ声でしたわ。それにこのすぐ近くで聞こえたような。あ、ディジェルド様。お前はロアーナの騎士か。今の叫び声。ああ、あの娘か。娘は我らが手の内にある。な、何をするつもりだ。おい、なんだその男は。よくも仲間を。貴様、今度は俺が相手だ。兄様、兄様、よかった兄様、また会えて。兄弟だったんだ。兄様、この子が私をここまで連れてきてくれたんですよ。別に。リノア様、リノア様、ああ、ご無事だったんですね。よかった。ごめんね、心配かけて。いえ、あなたの身が無事だっただけで、我々は何も。この人が私のことを助けてくれたのよ。え？お前がリノア様を？そうか。なら、礼を言わなくてはならないな。ルフィ？ああ、この子のことか。どうしたも何も、ボルド軍にさらわれていたから助け出してやったんだが。ええ、それでずっと私のことを守ってくださっていたんです。いや、リノア様を救い出してくれたのだから、この際そのことは水に流そう。それに、剣を向けていたのはこっちも同じなのだから。いや。ねえ、これ、どうやらボルド軍の人が持っていたものらしいんだけど。なんだか塔の鍵うんぬんと言っていたそうよ。もしかして必要なもの？そう。別に。それより私のことを捕らえようとしないのね。
あなたに、ロアーナの騎士に、それを言うわけにはいかない。きっと、もう二度と会うことはない。今回のことも、私たちのことも、すべて忘れて。ルー。バイバイ。あなたに不思議なものは感じるけれど、今の私には、それがなんだかよくわからないわ。ルー。リノア様、お待ちください。一人で行かれてはなりません。レイ様、本当に会えてよかった。私、さらわれた時はどうしようかと。はい、大丈夫です。ねえ兄様、私のことを助けに来てくれたんですか？嬉しい。ごめんなさい。私ったらつい。私の責任ですし。そんなことないです。私が不注意なだけなんですから。はあ、でもびっくり。そんなに驚かれなくても良いと思うのですが。え、本当ですか？したようでいて、そんなことはなかったのですね。本当によかった。はい、そうですね。外の空気がちょっとすがすがしいです。砦の前に見張り兵の方はきちんといらっしゃいますし、本当に元通りになったという感じですわね。え、あら、こちらの方にどなたか騎士の方が、それに一緒にいらっしゃる方は。ユリシア様、ご無事でしたのね。それからあなたも。私ですか？聞いたわ。何でもボルド君にさらわれたそうだ。ええ。どうにか。そう。オクタビア様、どうしてあなたがここに。何故宮殿を離れるような真似を。あなたに人のことをとやかく言う権利はないと思いますが、私こそあなたが宮殿を出て行ったと聞いたときは驚いたのです。それは陛下。シェスター様。ああ、あなた、ここまで案内してくれてありがとう。助かったわ。
礼には及びません。それより陛下にあの件のご報告をしたいのですが、よろしいでしょうか。どうぞ、私に構わず。あの、私に報告とは。お喜びください陛下。ただいまこのマナフに歩兵隊およびアムルタート騎士団が到着いたしました。まあ、それは本当ですの？ええ。そして砦に控えている警備隊の確保もできました。これでようやく数の上ではボルド軍に対抗することができるかと思われます。ええ、ボルド軍に我が領土を蹂躙されずに済みましたわ。私たちはあの塔の中に入ることができるのか。本当に良い方向に進んでいるようですね。これも神のご加護というものでしょう。ではユリシア様、私と共に宮殿に戻りましょう。え、本当は使者を送ろうと思ったのですけれど、いろいろと心配なことがあったので、こうやって直接私が来たのです。あなたを連れ戻すために。でも私はこれから塔に向かわなくては。そのようなものは騎士に任せればよいでしょう。あなたは仮にも死生者です。玉座に座っているべきお方なのですから。それなりに後処理はつけて宮殿を出て行かれたのですが、それでもどれだけこちらは迷惑を被っていると思っているんですか。そのことは申し訳なく思います。ですがユリシア様、私は聖騎士団を正式に編成したいと思っております。そのためにもあなたはお戻りください。正式に編成？何故このような時に。このような時だからこそですわ。ボルドとの全面的な戦に突入する以上、一時的に聖騎士を任命されているだけの者が采配を振るうのでは収まりがつかないでしょう。それはそうですが。今の話を聞いたわね。あなたたちも全員一緒に首都にお戻りなさい。陛下、オクタビア様のおっしゃることももっともです。あとのことはひとまず他の騎士団に任せ、私たちは戻りましょう。了解いたしました。明日手に入れた塔の鍵を渡せ。新たにこの町に到着した騎士団に渡す。私たちが首都に戻る以上、塔のことを含めた全てを彼らに一任せねばならないのだから。ここまで来ておいてこの展開というのは悔しいだろうが、我慢しろ。あっ。